はい、富士山のふもとの整体師研究家のプーです。本日も皆さんに一生介護にお世話にならない体になれる知恵をお伝えしようと思ってます。本日お伝えするのはギュンギュンストレッチです。このギュンギュンストレッチって何かっていうと、一言で言うと、手足をもう一番こうギュンギュンにすごい厳しい状態に置くことによって統一体、体が一つになるということを体感するためのエクササイズです。これをやることによって肩こりとか腰痛とか、まあ、体全般のね機能というかね、そういうものが回復していくというか、まあ、肩こりとか腰痛知らずの体になることを間違いありませんのでね、ぜひちょっとマスターしていただきたいなと思ってます。で、実際ちょっとやってみたいと思うんですが、やり方は要はもう目いっぱいギュンギュンに手足をね、手ですね、手をこう伸ばしてもらう。でポイントがですね、手首をこうしっかりグーってこうね、これ小手って言いますけどね、手首のこのここですね、ここをしっかり曲げて向こう側にグーってこうされてるイメージですね。こういう形を取ってもらいたいです。でそれに伴って指先もしっかりとちょっとこういう形にならず、曲げた状態にならずに伸ばしてほしいんですね。こういうね、伸ばしながらもこっちの方向に向かいながらも反る、こういう状態ですね。グーって、こういう状態を作ってほしいです。はい。で、もう一つのポイントが、肘です。肘が、こうやっても、ちょっとイメージ的に、こう、ちょっと落ちちゃってるような状態だと、ちょっと効果がありません。はい。この肘を落とさないためには、肘がどうしてもこう、こちらにこう開いちゃう人が多いですね。こうやったときに、ちょっとこう落ちちゃう人が多いですので、こうじゃなくて、この状態です。本当にこっち側にこう逆に言えば絞られる、前やりましたけどこういうですね、カマキリスクワットってやりましたけど、前こういう形ですね。しっかりと肘が絞られた状態、絞られたことによって体が動かされるっていうような、体が一番こうつながってる状態ですので、しっかり肘を開かずに内側に絞る、イメージ的にはこういう形になることですかね。こういう形になるぐらいなイメージです。こういう形でやってみてください。で、肘もここにありますけど、向こうの方に、外の方に伸びていくというような意識ですね。はい。これがしっかりできると、こうなんかこの状態だけでも足がなんとなくふわーっと浮いた形になります。これ武道でいうとかかるって状態なんですけどね。体が一つになってる状態になります。この状態ですね。はい。これで成功というか、うまくいってる、このエクササイズがうまくいってるという証拠になります。はい。でこれがなんとなくなんか足がまだ重たいという感じがしたら、多分この手とかちょっとこう曲がってたり、手首がちょっと緩んでたり、肘がちょっとこうやって落ちてたりとか、そんな状態ですので、もう一度しっかりね、その辺の意識をしてみてください。伸びてるのかな、手首が向こう行ってるかな、肘がこうなってないかなとか、肩が開いてないかなとか、そういうことをちょっとね、チェックしてみてください。これがしっかりできると、相当ね、足は軽くなります。であともう一つが、なるべく中心の意識ですね。こうどっちかになんかバランスが悪くて行っちゃってるような状態、こういう状態ではちょっとあんま効果がありませんので、しっかり自分の中心っていうのを意識して、その中心から左右の腕がギュンギュンにギューって伸ばされてる感じ、こういう形ですね。この形を目指してください。これもうちょっと話しながらやるのもね、結構きついぐらい、腕もきついですが、これぐらいで多分相当効果があると思います。で戻してもらうと、もう血の気がファーというかね、引くというか、そんな状態になれば多分相当効果があると思います。多分そうやってもらうと体もね、ちょっと楽になってると思いますので、ぜひこのね、ギュンギュンストレッチ、ちょっとね、やってみていただければいいかなと思っております。
はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりにさせていただきます。